皆様ごきげんようなんと K1 現役チャンピオンですね。そうですね、はい、とのコラボが決まりましたんで、 YouTube 始めた。 YouTube を、はい、初めて、3日目になります。ちょっと自己紹介よろしくお願いします。K1 スーパーヤド級王者アンボルキアです。よろしくお願いします。お願いします。いやすごいですよこのコラボは。 K1 の現役のチャンピオンとね、コラボなんてありえないことですから。こちらこそ本当にありがとうございます。体も大きいですよ。スーパーライト級って何キロですか？65ですね。あ、僕と同じ階級ということで。そうなんですよ、そうなんですよ。総合はヘザー級なんですけど、66とかなんで、でかいですね。まあそうですね、現状正直かなりきついですね。あ、通常体重何キロぐらいですか？70、まあでも4とか5とかなんですけど。あ、そうなんですか。あの普段から結構細いというか、なんですかね、結構絞れてる、体重効率が結構低い感じなんで、きついですね、現状は。きついですよね。水抜きとかはどのぐらいやってるんですか？あ、でもね、4とかですね。はい、そこは多分普通の選手と変わらないんですけど、多分そのダイエットの過程がすごいきついなって思ってますね。なるほど、はい、配球一緒なら今までにないような感じの試合が見れるんじゃないですか。試合バレーが緊張とワクワクで大阪から来ましたよ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。すごい楽しみですね。大阪なんですか。はい、大阪から来ました。ちょっと YouTube はあのなんていうんですかね、初めてまだ3日でちょっと初心の気持ちなんで、夜行バスで大阪から来ましたね。大阪で練習されてて、はい、自分のジムが大阪にあるんですけど、あ、自分で経営されてるんですか。そうなんですよ。あれおいくつでしたっけ。24ですね。54歳、はい、すごいっすね。同じでしょ。で、今日はこちらのチャンネルでキックボクシングのスパーリングをやってもらえるということで、まあ、なんかキックボクシング、まあ、僕試合やってたことないんですけど、やった後にちょっとキックの技術とかを教えてもらえたらと。いえ、とんでもないですよ、そんな思ってますんで、はい、で、なんとこちらのチャンネルでは総合のスパーリング挑戦するということで。そうですね。総合に興味あったりするんですか。いや、もう正直すっごい興味ありますね。え、そうなんですね。UFC 見るのすごい好きで、あのジョン・ジョーンズがめちゃめちゃ好きっすね。ちょっとなんか似てるの、体格。そうですね、体型が似てる選手と好きになる。あ、24歳なので今から転向すれば間に合うかもしれないですね。そうですね。キックボクシング界は正直あんまり詳しくないんですけど、今なんかやりたい夢というかあるんですか。自分は今 K1 のスーパーヤド級チャンピオンで、まあ、その階級では正直もう倒す敵がいないんですよね。で、次タイトルマッチが9月にあるんですけど、1回も戦った選手 で KO してる選手なんで、まあ、それ終わったらもう体重もきついんで、ベルトもその場で返上して、木村実選手とアリエーションを指名したろうと思ってて。あれ階級は2つ上です。2つ上。2つです。70キロですね。65の70の間にもう1個あるんですか。7.5 があるんですよ。なんかちょっと結構小刻みで。結構小刻みですね。そうですね。ボクシングみたいですね。そうなんです。2.5 キロ刻みということで、はい、であの総合だと66の上は70なんでないですよ、その間は。そんな刻みであるんですね。確かに。木村実選手ってすごい破壊力のね、あ、そうですね、まあ、向こうはパンチの破壊力で、自分は結構蹴りの破壊力の選手なんですけど、まあでも、なんか負ける気はしないですか。全然ですね。あ、なんか外国人ばっかいじめてるんですよなんかね、すごい KO するんですけど、初回来日の外国人ばっかいじめてるイメージですね。あ、だから強いやつやってないみたいな。いやいや、強いやつやってると思うんですけど、あ、まあ、それでちょっと KO アーティストになられてもなみたいなとこあるんで。やりたいですね。やりたいです。あ、それ盛り上がりそうですね。それはちょっと、はい、まあ、やっぱ軽量級のカードでもなんか見たい見たいが多いじゃないですか。結構やっぱ日本の格闘技界のカードで言えば、やっぱそこのちょっと火をつけるカードにしたいなっていうのを思ってますね。久保選手っているじゃないですか、はいはい、あの選手は70キロですか。いや、あの選手はね 7.5 なんですけど、もうボクシングに転向しちゃったんですよ。あ、そうですよね。はい、つい先日。やりたかったですか。やったことありますか。いや、久保選手は特にやりたいなとは思わなかったです。あ、そうですか、はい。テクニック系の選手はなんか特に魅力は感じないというか。あ、感じない。あ、こうバチバチになる選手がいいですね。あ、殴り合いがしたい。いや、殴り合い好きじゃないんですけど、やっぱお客さんは喜んでくれるじゃないですか、こちらは。じゃあお客さんを盛り上げるために頑張ってるということで。そう言ったら声はかっこいいですけど練習はキックボクサーの方がやってるんじゃないかと思うんですよね。あ、なるほど。知らんけど知らんけど。いや、今回のね、コラボに関しても、本当急遽連絡いただいて、はい、またバリバリ仕上げてきてるんですよ、試合みたいに。俺、毎日酒飲んでます。酒とか飲みます。あ、僕全然飲みますよ。あ、飲みます、はい、多分結構、こんなこと言ったらちょっとあれかもしれないですけど、似てる部分ちょっとあると思います、自分では。はい、結構全然飲んでますね。あ、はい、もう試合の1ヶ月ぐらいまでは全然飲んでますね。おぉ、はい、一応一緒ですね、はい、今回も。いや、もうこれは緊張してるんでね、仕上げてきました、ね。これ2日前まで毎日飲んでましたから2日間はやめましたんで。やめたんだ一応。はい、一応ね。チャンピオンとさ、スパーリングさせてもらうのに失礼します。いやいや、そんなそんな。確かに。
どうですか、僕の試合とか見たことありますか。はい、あ、もう多分ほぼ全試合見てます、はい、僕も分析までしてきてない、そんなガチファンじゃない、いやでも普通に本当にファンですよ。本当ですか。はい、普通にファンです。嬉しいですね。オーソドックスで行った方がいいかもしれんなあ、オーソドックスで聞いてほしいですね。あー、オーソの方が得意ですか。オーソの方が得意ですね。じゃあサウスポーで振りますね。あとキックボクシング中にタックル入れたのかなちょっとやばくなったYouTube で今後やっていきたい企画とかあるんですか。あ、もうこれお願いなんですけど、はい、めっちゃ多分桜選手の企画をすごい真似させていただきます。あ、そうですか、はい、それもいいんじゃないですか。喧嘩自慢とかもう撮っちゃいました。喧嘩自慢撮ったんですか。撮っちゃいました。まあ、ボッタクリバーは結構みんな、まあ、やってるじゃないですか。まあ、喧嘩自慢はちょっとほぼ丸パクリな形でちょっとそれでちょっと一回燃えたいんですよ。燃やしたいって YouTube 自体を。あ、炎上させますか。はい、はい、あ、いいっすね、いいっすね。まあでも喧嘩自慢で何ルールでやってるんですか。総合もやりました。あ、総合なの、はい、柔道経験者とか言ったら危ないですか、ちょっと。いや、でも結構強かったですね、その子。あ、そうです。危なかった。フロントチョークでいっちゃいましたね。まあ、目がいいからね、タックルとかも切りやすいだろうね。腰とか強いんですか。腰は、まあ弱くはないとは。いや、そんなことで多分防護された、まあ防護されますけど、そうですね、弱くはないと思います。あ、はい、なんかそういう柔道とかの経験あるんですか。地下格に出てたんですよ、もう17歳とか。地下格に出てたんですか。地下格出身なんですよ。そうじゃないですか。結構ね、3歳ぐらいから空手とかやってて、昔はちょっとテレビとかに出てたりして、はい、結構格闘エリート風なんですけど、16、7、8ぐらいの時はちょっと格闘技からちょっと逃げてたというか、地下格でヤンキーをしといてたんで、だからまあ、結構8000ぐらいは総合してますね。あ、そうなんですね。全くグラウンドしないですけど。すごい、それは。まあ、結構悪さとかもしてたタイプなんですか。いや、悪さはしないです。もう喧嘩っすね。どっちかで言うと悪さですよね。いや、悪さではないです、はい、それ一般的には悪さですから、喧嘩戦しちゃダメですからね。ああ、そうです、はい、そんな感じですか、うん、じゃあスパーリング早速やっていきますか。お、お願いします。何分に、はい、何分にします。で、キックボクシングって5分でしたっけ。あ、3分。あ、3分。まあ、総合5分ですけど3分です。5分はちょっとできついですねじゃあ3分3分でやりますか。お願いします。お願いします。お願いします。グローブとかってどんなんでやればいいですか。グローブは、あ、自分一応14オンスを持ってきて。14オンス、はい。くそっ、これシンプルにくそっ僕、総合グローブでスパーリングしてるんで、いつも僕ってミット打ちもやらないんですよ、練習法としては。総合のスパーリングのみしかやらないんで、うん、ボクシンググローブあんまつけることないんですよね、そもそも。ああ、なるほど。結構匂いますね。オープニングあってさ、通気性があるじゃん、はいはい、だ、匂いがつきにくいんですよ、うん、でボクシンググローブってなんか密じゃないですか言ったら乾かないしね。そうそうそう、それで臭くなるんじゃないかなと。バンテージしてこんな長いんですね。いや、そうなんですよ。で、これやるだけでだいぶ折れないとか。そうね、パンチングマシンで痛めましたからあのカノに当たって右手の親指が勢い余ってこっちの硬い方に当たって、あ、結構痛めたんでね。なんか試合の時より痛かったんで普通に左手もなんかちょっとやってなかったっけ。左手は普通になんか練習で、うん、頭に当たって親指が今は多分ヒー入ってるんだけど角度おかしくなってるでしょ。なんか腫れとる。キックボクシングの試合も出てみたいっすね、一回ぐらい。興味あるんだ。興味はない、今のとこは。すごいね、選手がいたら、うん、ちなみにやりたい選手はいない。今はいないっすね、あんまり。なるほどね。総合でもあんまりないもんね、日本人だと。まあそう、そうか、海外にはいますけど。スマスイス忘れました。そうなんですよ。あら、やばいです。そうなんですよ。どうしようかなと思ってて。いや、K-1 チャンピオン、はい、マウスピース持ってこなかったわけです俺のパンチ一発ももらわないと思ってるんでしょう、ね、あ、それだけか。さすがの自信ですね。さすがの自信ですよ、これ、うん。歯を折れて帰ろうって言ってますけど、ね、このテーピングでマウスピース作れるかもしれないですね、こうやって丸めまくって。あ、タクマはみかんの皮で出たことあるもんね。あ、俺はみかんの皮で出てた。アウトサイダー一回出てますから、赤い。あ、いいじゃん、やめろ。アウトサイダーってボコボコになってますから。しかも結構俺が推薦者みたいな流れにしときながらボコボコにされましたから顔に泥塗っていくスタイルですからね前田さんとか結構注目して見とったわよ、こうやって資料。朝倉兄弟が推薦者っていうで、ボコボコにされてリングネームみたいなのあるじゃないですか、うん、僕、喧嘩型柔道家ですから
喧嘩型柔道家で、なんか相手の選手の柔道やってて正統派柔道家ってどういうことね。マジでアウトサイダーのあのミドルネーム、まあ、マジで雑。確かに貝の一番最初は知ってる拳の森ですもん。拳の森って何拳の森朝倉貝でしたどういう意味なんですかね。多分拳の嵐みたいなのを森って表現したんじゃない。あーなるほどね。今で言うとね、大爆笑みたいな意味でしょ森って。これ使っていいのかな。僕あんま使わないんじゃない。いつもあの蹴りつけないんですよみんな。蹴りつけないで蹴るんですか。まあ本気じゃないですけど。あ総合なんか邪魔なんだよと。します、そうします。え？なしでもいいですよ。あのもしなしがなしの方が。あ、いいですよいいですよ。キックボクシングはこれあった方がいいですよね。あ、わかりました。あ、金的つけてない。金的はつけないとやばいですね。昨日中国の達人にやられましたからね。乗った。絶対やらない。しかもあれ高度なテクニック使って顔面数度と同時にやってきますから。シルバー。かっこいいでしょこれ。かっこいいですね。80です。あ、手が長い。そうですね、手が長いですね。リーチ何センチですか。あ、測ったことないです。はい、188ぐらい。188ある。わからんやりますか、じゃあ。お願いします。お願いします。よーし、よーい、お願いします。うまい。強いですね。いやいやいや、さすがに
うん、楽しい。楽しい。めっちゃ楽しい。さすがっすね。さすがっすね、ほんとに。気軽に行けないっすね、やっぱり。行けないですか？いつも僕ね、ジャブがサースパイだったら早く当たるんですけど、はい、これ狙われてそうで。ああ、カウンターですか？すごいうまいっす。すごい、拷問されるか。次、総合ですね。はい。うわ、ちょっと続きは、こちらのチャンネルで。はい。よろしくお願いします。お願いします。基本的にまあオーソドックスだったらこう蹴るじゃないですか、この膝のあたりをこう蹴っといて、でこの目線のままこういう風にいったらすごい、みんな結構三日月蹴りってもうミドルキックの動作の次に蹴るんですよね。これ見といてこのままこう蹴るんですよ。だからこういっといて、もう真下からのパターンと、あと背筋、背筋めっちゃ上手いじゃないですか。この下目線のこの背筋を下すと思うんですけど、これを下目線のままこれも多分すごいと思います。で、ちょっとグラウンドのことは分かんないんですけど、多分これが効いたら多分行きやすいかなって。得意技が多分ハイキックだと思うんで、左の。そうですね。これ使えそうですね、はい、めっちゃ。これはすごい、自分はすごい使ってますね。立ち技だけでも使えるんで。はい、そうです。あと、まあ多分掴みあるからか分かんないですけど、立ち技のさっきスパーしてて前蹴りが一切来ないなと思って、やりめっちゃやりやすかったんですよ。逆に自分めっちゃ前蹴り出してるじゃないですか。確かに確かに。あれめっちゃやりづらいんですよね。立ち技の話ですよ、これは。オーソドックスであればどっちも使えます。あの相手がサウスポーじゃないですか。今自分がサウスポーであれば逆の状態です。これで、まあ、相手触り合いしといて1と、あとこのままこれと両方いけるんで、これはもうこの力でグッて、もう全然蹴ってくれていいですよ。はい、あ、そうです、そうです、そうです。それとあと1の前足のスコーン、はい、そうです。でこれムエタイ選手がよくやるんですけど、捕まれるじゃないですか、つかめます。ああ、押すんです。なるほど、押してから押すと。はい、だからこれで掴まれてきてもこれで押せるんで、タイ人の選手が使います。タイ人はもうこれがありなんで、これ掴まれたらすぐ首いかれて、これいかれて、これいかれてるんで、いいっすね、これ。うん、なるほどです。だから総合スパーリングの時、さっき前蹴りで倒れてた。偉そうにガラッといて、なんかステーキをしてるんで、そっからもう乗られましたもんね、ずっとね。そうね、そういう時もあると。はい、でもあの確かに総合ってなんか前足のやつとはあんま使えないかもしれないですけど。あ、使えないですか。結構本気の蹴りって掴みにくいんで。あ、本気の蹴りって、はいはい、ミドルとかも、はい、だって俺もミドルとかを蹴るときは思いっきり、そうですね、逆に中途半端の人は持たれるんで。あ、でマストだと持ちやすいですよね。うん、やっぱなんで、さっきの三日月とかめっちゃ使えそうなんで。そうですね、ちょっと、はい、あと、あ、三日月二段蹴りも使うじゃないですか。あ、僕、二段蹴りがすごい得意技で、それで KO が多いんですよ。はい、基本的に二段蹴りってこう上行くじゃないですか、はい、これも同じ要領で上見といて、この三日月、二回目、三日月で三日月二段蹴りとかもすごい、多分肺を一回こう見しといてから、足に見しといてから、このままトン、ドン、クサッと刺さったら多分相当嫌すんです、心理的にも多分。使えそうっすか。いや、使えそうっすか、三日月。なるほど。この2つね、次の雷神で見れるかもしれない。おお、そうです、使えるのすごい嬉しいっす。いや、なんかいろんな格闘家からこう技をどんどん一つずつ吸収しちゃってるので、ね、ああ、確かにね。しかもこう、日本のさ、伝統の空手とかさ、空手っぽいじゃん、三日月も。あ、自分は、はい、空手出身なんで。こういうのって外国人選手に通用すると思うんですよね。 あっち逆に空手家とか少ないと思うんで、はい、これを武器にね、今後、爆進していこうと思いますね。おお、お楽しみに。期待しておきます。次の試合、次試合とかあるんですか？9月の22日に K 大阪大会でメインイベントで、まあ、対戦相手山崎選手っていう選手とタイトルマッチで試合するんで、よかったら皆さん、うん、アビマ TV の見れるんでご視聴ください。お願いします。お願いします。観客入れるんですか？状況によりですね、それは。今は入る予定？今は入る予定です。あ、なるほど。ということなんで、うん、僕もね、9月ぐらいにあるかもしれないっていう噂出てますけど、本当ですか？強い相手とやりたいと思います。おお、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。新宿二丁目最強のバルク、赤セブンです。新宿二丁目っていうのは本当なんですよ。ガチゲイです。ガチゲイなんですよ。まあゲイキャラといえばさ、佐々木くん。そうですね。佐々木くん、まあ本当にどうかちょっとよくわからんけど、うん、YouTube の中ではさ、
マジゲイみたいな感じでやってるよ。そうだね。佐々木くんの家にガチのゲイマッチョを放り込んでみた。